皆さんは普段図書館を利用していますか？お子さんのための絵本や話題の小説を借りたり、調べ物や勉強のために訪れる方もいらっしゃると思います。でも一方で、使い方がよくわからなかったり、借りた本を返しに行くのが面倒そうなどで、なんとなく足が遠のいている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回の生き生き情報福井では、図書館の使い方をお伝えするとともに、図書館についてのさまざまな情報をお届けしたいと思います。福井市の公立図書館は文京2丁目にある市立図書館、若杉3丁目にある緑図書館、青草の4階にある桜木図書館、そして清水図書館と三山図書館の5館があります。今回はその中の一つ、緑図書館にお邪魔したいと思います。こんにちは。こんにちは。館内とっても明るくて広いですね。こちらにはどれくらいの数の本が置かれているんですか？はい、緑図書館には41万6千冊の資料があります。そのうち大人向けの一般書が32万冊、子どもや赤ちゃん向けの児童書が7万冊、福井に関する地域資料が1万冊、その他新聞や雑誌もあります。緑図書館だけですけれど、 CD などの視聴覚資料も置いてあります。福井市の図書館5館すべての蔵書を合わせると122万冊にもなるんですよ。そんなに多いんですか？ではその中から読みたい本を探すときはどうすればいいですか？はい、一般書が置いてある一般室、児童書が置いてある児童室、文庫などが置いてある文庫新書課と大まかに分かれています。そこからさらに細かく分かれています。本が置いてある棚を書課と言いますけれど、書課の見出しを見ていただくと大まかな内容が書いてあります。読みたい本が決まっていないときは、その見出しを参考にして見て回っていただくと楽しいですよ。もし読みたい本があるけれど書名がわからなくて探せないとか、調べたいことがあるけれど何の本を見たらよいかわからないとか、お困りのときは資料相談カウンターでお尋ねください。司書がお手伝いします。読みたい本が決まっているときは、蔵書検索機を使って自分で探すこともできます。一緒に探してみましょうか？はい、お願いします。こちらが蔵書検索機ですね。はい、そうです。どのように使えばいいですか？はい、ちょっとやってみましょうか。はい、こちらのボタンを押してください。キーワード検索ですね、はい、今回は子どもの本のと入れてみてください。はい、この本のですね。はい、決定を押して検索する。はい、検索、いっぱい出てきましたね。はい、そうすると子どもの本のという文字が含まれる題名の本がいくつか出てきます。この中で気になるものを一つ選んでください。はい、ではこちらを。そうしますと、こちらの本、子どもの本の夜明けという本の詳しい情報が出てきます。この番号は何ですか？はい、909児童文学研究の内容の本で、9の文学の棚にあるということがわかります。これでよければ場所を見るを押してください。図が出てきましたね。緑図書館内の図ですよね。はい、そうです。で、今このキャラクターが歩いてこちらの方に向かっていて、はい、これが本がある場所ですか？そうです、場所を案内してくれています。すごいですね。はい、それでは実際に棚の方へ探しに行きましょう。はい、900番、こちらですね。ここで909番を探せばいいですか？あ、909の、あ、先ほど検索した本が見つかりました。では実際にこの本を借りるときはどうすればいいですか？はい、貸し出しカウンターへどうぞ。はい、こちらが貸し出しカウンターですね。ではこちらの本の貸し出しをお願いします。はい、
本を借りるときは貸し出しカードが必要なのですが、お持ちですか？いえ、持っていないので作っていただけますか？貸し出しカードを作ることができるのは福井市内にお住まいの方、通勤通学されている方です。貸し出しカードを作るときはこちらにご記入いただいて、免許証、保険証、学生証などの証明書をお持ちください。わかりました。新しい貸し出しカードを作っていただきました。こちらの裏面にですね、福井市の図書館共通の貸し出しカードですと書かれているんですが、市内の図書館であればどちらでも使えるんですか？はい、そうです。福井市の5つの図書館共通で10冊まで借りられます。ではお願いします。はい、どうぞ。2週間借りられます。はい、ありがとうございます。こちら返すときはまたこちらに来ればいいですか？はい、返すときはあちらの返却カウンターに本をお出しください。返すときは貸し出しカードはいりません。福井市の図書館は5館で共通ですので、他の図書館で返すこともできます。図書館が閉まっているときは外にある図書返却口へ本を返すことができます。福井市役所の1階にある図書返却ポストも利用できます。ただし CD や大型の本は返却口へ入れると壊れてしまうので、返却口へは入れずに図書館が空いているときに図書館の返却カウンターにお返しください。こちらには少し広いスペースがありますね。はい、絵本コーナーの一部です。長年読み継がれてきた絵本と今の季節にぴったりの絵本が集めてあります。特におすすめしている絵本なので、こちらで靴を脱いで親子でゆっくり読んでいただくことができます。すぐ隣には赤ちゃん向けの絵本コーナーや子育て応援コーナーもあります。緑図書館は館内も広くて明るいですし、駐車場も広いので、ベビーカーの赤ちゃん連れや小中学生のご家族などファミリー層がたくさん来られます。こちらの子育て応援コーナーの本は育児の参考になるような本はもちろん、チラシやパンフレットなどの情報も集めているのでよく利用されています。親子でゆっくり読めるのは嬉しいですね。はい、緑図書館だけの特色なんですか？はい、福井市の図書館はもちろん基本的な部分は同じですが、立地条件や交通手段、駐車場の有無などからよく来られる方やよく利用される本がそれぞれ少しずつ違います。それに合わせて、例えば緑図書館は子育て支援の本を多く置いていて、その関係の行事をよくしています。市立図書館は郷土資料や歴史関係、桜木図書館は駅の近くにあり夜遅くまで空いているので、お仕事帰りの方や学生さんによく利用されています。利用される方のニーズに合わせているんですね。はい、これといって読みたいものが決まっていない方向けに、図書館の方からのおすすめの本などは何かありますか？はい、図書館では様々なテーマでおすすめの本のコーナーを用意しています。また広報福井の毎月10日号ではブックラボというコーナーで本の紹介をしています。また読み聞かせや講演会などの行事を開催して、それに合わせて本を紹介しています。そういったことをきっかけに興味を持った本を手に取って図書館を利用していただけたらと思います。そうなんですね。イベントは定期的に開催されているんですか？はい、子ども向けの行事はどの図書館でも定期的に開催しています。緑図書館では絵本と紙芝居の読み聞かせ会を毎週日曜日に、耳で楽しむお話の世界を毎月第3土曜日に、わらべ歌と絵本を楽しむてんてんクラブを毎月第2第4木曜日に開催しています。その他不定期ですが、子育て応援講座や映画会、工作教室など様々な行事を開催しています。
市役所のホームページや広報福井でもお知らせしています。図書館のホームページ、ツイッター、フェイスブックもチェックしてください。また福井市ではブックスタートをしています。福井市のブックスタートでは絵本を介して楽しいひとときを過ごしていただくために、絵本2冊とバッグをプレゼントしています。その絵本をその場で読み聞かせすると、5、6ヶ月の赤ちゃんでもとてもいい反応を示すことがあるんですよ。それは嬉しいですね。プレゼントされるのはどんな絵本なんですか？はい、こちらの本です。福井市の赤ちゃんとお家の方が対象で、生後3ヶ月から3歳になるまでですが、一番おすすめの時期は5、6ヶ月から1歳頃です。まだの方は日程と会場をご確認の上、母子健康手帳と絵本引き換え券をお持ちの上、赤ちゃんとご一緒にお越しください。ブックスタートやさまざまなイベントを通して図書館に足を運び、本に親しんでいただきたいですね。今回のいきいき情報福井は、福井市の図書館についてご紹介しました。身近にあって便利な図書館、皆さんもぜひ利用してみてはいかがでしょうか。